れこれをやりたいの。犬ちゃんがやってきました。犬さんがやってきました。犬さんがやってきました。さあ、めめでよーく見て、手で触って、こちらの動画では公園などの公共施設での保育に取り入れやすい自然遊びを紹介します。今日は静岡市立飯田南こども園の皆さんと秋葉山公園で自然遊びをします。その様子を見させてもらいましょう。こうして日常保育の中で時々秋葉山公園に出かけているそうです。なあ、素敵でしょ。ね、かわいい葉っぱだね、いろんな葉っぱ。お、どんぐりもつけてね、見つけた。どんぐりあげます。今日は静岡市の環境学習指導員さんが同行して自然遊びを教えてくれます。すごいね。どうして置いたらいいかな。あれ、ねえ、どこから出てきたんだろうね。いつもさ、秋葉山公園でみんな何して遊んでんの。どんぐりで拾ったり。そうなんだ。じゃあ今日今から遊んだけど、ちょっと座りましょう。あ、上手、早い、すごいね。みんなこっち見てるね。どんぐり拾ったり葉っぱ拾ったりしてんだ。じゃあ今日の秋葉山公園はどんなのがあるか、みんなと一緒にどんなものが、面白いものがあるかな。ねえ、あのさ、めめさん、何みんなどんぐり拾うときどこ見るの。下見る。下ばっか見てると下にあるものしか見つからないよ。どんぐりはどこから来たのかな。そうね、上を見たり、あったー、見つけたら、ちょっとあった、見ーけ、触ってみると、あ、なんかほんとだ、カッパの手みたい。カッパの手みたいだね。みんなカッパ見つかった。触ってみるとね、あ、ザラザラしてたり、ツルツルしてたり。先生方も子どもたちがいろんなところを見たり、見つけたらちょっと中を割ってみたりとか、ちぎってみたり、匂い嗅いだりやってみてください。一緒に楽しんでみてください。あれ、ちょっとみんな上を見たら、何してる。上見たら、上見てるよ。ほら、あれあれあれ、何持ってきた。あー、ほら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 、あれ、なんかくるくる見える。ほらほら、すごいね。お、今何が落ちてきた。羽根。やってこれ。本当だ本当だ、面白い。あるよ、いくよ。すごい。なんかいるかな。なんか来ました。刺そうとしてます。チクチク。これをやりたいの。犬ちゃんがやってきました。犬さんがやってきました。犬さんがやってきました。ここから幼児期における自然体験の教育効果にお詳しい遠藤千里先生にお話を伺いながら進めます。保険のものからそのイメージを得て、それでまたそれを共有して遊んでいくみたいな
のが、あのね、自然の中の方が私すごいやりやすいような気がしてて、どうしてもその自然の中での活動って計画するときに、なんとなくその領域で言うと環境とかそっちばっかりに行きがちなんだけど、案外その表現につながってるもの、まあ、どれも何もかも全部につながってるんですけど、あの結構あると思うので、そう、そこら辺もね、なんか先生たちがキャッチしていけるといいのかなって思って、すごくあるんですよ。はい、どう、そーっと、よし、今度はいいかな、よし、じゃあ静かにしてみよう。あれ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 、よし、ママもひっころらちゃんだよ。ほろ、そう、あ、こうやって衣装を置けば大丈夫か。じゃあ静かに見てみよう、どうなるかな。音を立てないで黙って見てるだよ。よし、お、うまい、上手、すごいね。静かにしてないとどうなっちゃうかな。起きるかな、起きるかな、どうだろう、どうしたら起きてくれるのかね。きっとあの想像してね、あの暗くしたらあの開いてくれるんじゃないかとか、いろいろ本当子供なりにね、あの考えてやってるなってのがね、伝わってきました。チカリンとかコバちゃんがどんな風に言葉をかけてるかっていうのがもうあのリアルにわかるので、でもね、何だろうとかね、見てみようとかやってみようとか、どうしてかなみたいな、ひたすらそういう感じが聞こえてくるので、多分先生たちが見た時にこういう感じでいいんだなみたいに、引っ張ったの力が抜けると。こっちはどうなってるの。頭についてる、ふわふわしてたの。あ、こう頭につけたの。あれすごい、あ、こんなのも見つけてきたの。すごい、つけたね。いい、触っても。あ、すごい、パリパリだね、メイちゃん。あれ、さあ、何か鳴ったの。なんか音が鳴ったよ。今の笛は何でしょうか。何、めっちゃ音が鳴った。おー、遊びが広がっていくには同じところに結構滞在するのって大事だと思うんですけど、どうしても園外に出る場合はなんか全体の時間の流れとか、あれもしたいこれもしたいみたいになっちゃってると通り過ぎちゃうけど、あの特にあれもしたいこれもしたいっていうのがないって大事、なんかないわけじゃないんだけど大事かなと。子どもたち同じ場所で随分と長く遊びました。じゃじゃーん、みんな何使ったっけ、覚えてる？おめめをしたりしたり、下りたり上見たりして、さあめめでよーく見て、手で触って、匂い嗅いだ、匂い嗅いだ人、匂い嗅いだ、あ、匂いを嗅いだり、あれ食べちゃった人いるかな、いない、あれ誰、美味しいものあった、こばちゃん、おいしいものあったよね、あっちで見つけたよ。はい、じゃあここでいっぱいみんな宝物見つけたんだけど、今度はあっちのお山の方に行ってみるよ。知ってる、知ってる、行ったことある、どんなものがあるのかよーく見ながら行きます。ちょっと近でいい、うん、こうすごい子ね、やってるの、みんなに見せてあげて、見て見て、ほら、いい、こうやってキリンになってたって。本当だ、長い首があるね。ほら、長い、ここにほら、ねえ。今からもうみんなね、素敵なもの見つけながら行こうね。こっちだ、こっちだよ。ちょっと待って、怖い、ちょっと。なんかいいものがあるかもしれないよ、宝物が。あ、すごい、見て、こんな大きい葉っぱあったよ。なんかいいものあるかな。一定にない斜面で遊ぶ良さ、うん、遊ぶ良さはね、あのものすごくあって、やっぱりですね、歩くのが上手になると思います。平らなところだと平らなところの動きしか出ないんですけど、あんだけ斜面があって、しかもね、枯れ葉がこう積もってるから、あの通常よりもあの
滑りやすくなっておりますみたいな感じのとこで、どうやったら滑らないで登っていかれるかみたいなのをみんな一人一人めっちゃ工夫して膝つけてたりとか、そういうのいいなって思う。絶対平らなところではああいうことが起こらないので、自然の斜面ならそこに行けば自然にそういうのがバーってこうね、もうあちこち四方八方そうですから、もういいなって思います。はい、今若い先生、まだ20代前半の先生たちはそんな本当に自然の中でいつも野山を駆け回って育った感じじゃない年代ですよね。もう、はい、そうすると先生たち自身が自然の中での遊び方がまだよくわからない先生たちもいたので、はい、今回本当にそういう意味では担任の方になるべく近くにいて子どもたちに何を伝えようとしているのかをちょっと見ておいでなんて時々声かけてたんですけど、今日もの中で普段本当に子どもたちがあの山に行ってやりたい、ただ滑りたい子は滑る、登りたい子は登る、葉っぱを拾うくらいしかやってなかった遊びが、ちょっとした声かけでいつも下でどんぐりとか葉っぱを拾っていたこの視線を上に向けてくれるだけで、あそこから葉っぱがこうくるくる回って落ちてるとか、なんか先生こんなにたくさん穴が開いてる葉っぱを見つけたとか、いつもよりも言葉が一つ多かったんですよね。気づきを言葉に添えてくれたっていうか、はい、そこに気づかせてくれたじゃないですか。なんか普段何気なくこう触っていたものに自分が何に対して心が動いたのかっていうところが多分子どもが気がついたんじゃないかなって思ったんですよ。これね、カエルの葉っぱみたい。あげる。はいはい。うわあ。あれさっきのあれこんな大きなどんぐり見つけたの。はい、大きな子でいきますよ。よーい、来た。お、来た来た来た。ここ、お、お、まだまだ、お、お、こんなとこまで転がって、お、お、お、と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 。大きな葉っぱないね。どこ行けばいいかな。はい、じゃあいいか。よし、ここで勝負する。それでいい？スタート。おお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 。これは今この中入ってったらね、これね。あの子供たちの遊びの様子っていつもと違ったりしましたか？そうですね。普段は小どんぐりを集めたりとか、自分のお散歩バッグに入れて持って帰って、それをまた制作に使ってとかっていう遊びが多いんですけど、今日はお散歩バッグも持ってこないで、ここにあるものでこうそれをよく見たりとか、匂いを嗅いでみたりとか、こうよく触ってみたりとかっていうのがいつもよりすごく見られたので良かったなって思いました。これならこう子どもたちと一緒にやれそうな遊びだなって思ったものってありましたか？あー、なんかあの影とか、いつもそこまで そのもので遊んだりとか、それをこう触ったりってことはあっても、その影でっていうのがなかなかなかったので、すごい面白いなと思ってやってみたいなと思いました。今日はどういうところを狙いにしてやりましたか？今日はね、やっぱり今まで普段ほらで、ここにも次に1回2回だから来てるじゃんね。だからそんな風なこう来ている中でね、今まであの保育士さんが気がつかないこと、子どもたちも気がつかないようなことをね、そういうこうなんていうの、五感を使って視点を変えてあげるっていうか、そういうこう見方を変えることによって、あ、こんな見方で子どもたちがこう活動をしていくっていうかね。やっぱ今ね、園庭が割と狭かったりね、あんまりこう自然がないっていうさ、園も結構あると思うんだよね。でそういう園にとってこういう身近な自然がさ、それこそ園庭みたいに、園庭の代わりになるみたいに ね、 そうだよね、なって、うん、そういうふうに利用できるよっていうのもあるし、若手の先生にも真似できそうなものがたくさんあったのがすごくいいなと思いましたね。日常の保育の中で生きていきそうな感じがしますね。そんなにこう手立ても難しくなかったですよね、うん、そうだね。だからそんな、だからちょっと見方をこう変えてあげたり、そうすればね、子どもたちはもうそれだけでもうどん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 今日ね動いていたからね。だからちょっと保育士さんともちょっと話をしたら、
子供たちよくそんなね形であちこちでこういろんな新しい発見をしてたのがすごい驚いてたんですよ。うん、そうでもんで町家連がどんなふうな言葉かけをしていったのかね、もう一遍それもみんなで話をするとかなんか言ってましたけどね。うん、嬉しいですね、そうやって日常保育に浸透していったらいいですね。で職員も普段下ばっかり見てたけど、いろんな葉っぱがあっていろんな形がある、職員が気がついてくれて、先生方の視点もちょっと変わりましたか。そう、そう、今まで気がつかなかったって言ってて、ああよかったって、先生たちの気持ちが動けば、はい、絶対子どもたちが変わるじゃないですか。そうですよね、そういう気づきがあったってことが本当に良かったと思います。きっとこれからの保育に生かされていきますね。そうです、ありがとうございます。良かったです、本当に今日お願いして良かったと思って、うん、この子ども園の中が子どもにとっての今のちっちゃい社会だから、うんうんうん、その基礎を持って大人になってくれたらきっと変わりますよね。そうですね、そこに感性豊かな子だから、そういう人の痛みも分かるし、こう自然の鳥のさえずりにしても葉っぱが揺れる音、そういうものに気づくっていう感性っていうのがあると、いろんなものに気づいていけれるんじゃないですか。そうですね、で全部つながってると思うんですけど、自然のいろんなことに気づけると、お友達のいろんないいところに気づける、それにもつながっていきそうですね。そういかがでしたでしょうか。指導員さんが関わることで、子どもたちはいつもとは違う視点で気づきを得ていましたね。そしていろんな視点で物事を見れることが、お友達もいろんな視点で見れるんではないかと先生はおっしゃっていました。そして先生自身がいつもとは違う発見を楽しんで、子どもたちと一緒に自然遊びをしていましたね。これからの保育がちょっとずつ楽しく変わっていくんじゃないかなという期待が持てました。動画をご覧の先生方もぜひ今回紹介した自然遊びを普段の保育で試してみてくださいね。ほら、すごいの見つけた。ほら、葉っぱに何がついてる。これほら何がついてる。何これは。